どうも、ショピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、実はこれ音を別撮りしてるんです。これ動画撮ってる時に、あ、音取れてないやと思って、今これアテレコで音を入れてます。なのでちょっとお聞き苦しいところあると思うんですけども、よろしくお願いします。で、今回は早速これが届いたっていうお話をしたいと思います。この動画を撮影している 2,3 日前あたりに動画でそのゾゾスーツを着て自分の体を測って実際に注文をしてみたっていうところまでやるっていう、動画をシェアさせていただきました。で、今回僕が注文したやつはゾゾ V ネック T シャツパターンオーダーっていう、そのゾゾオリジナル商品の T シャツで、お取り寄せ商品についてのご注意というところには、 ZOZO オリジナル商品に限って2週間から1ヶ月ぐらいで到着しますよっていうふうに書いてありました。で、今回もオリジナル商品を注文したので、2週間から1ヶ月ぐらいかかるのかなって思っていたんです。早いで、今回の T シャツも2週間から1ヶ月ぐらいかかるのかなっていうふうに思って待っていたら、なんと3日で届きました。めちゃくちゃ早かったです。で、封筒の裏側にはパッケージドバイゾゾベースって書いてあって、なかなかかっこよかったです。はい、開けていきましょう。はじめは丁寧に優しく気持ちよく潔く綺麗に開けようと思っていたんですけど、なんか封筒がベトベトして開かなかったので、アメリカのパーティー開けみたいな感じで最終的に開けました。中身はこんな感じで非常にシンプルになってます。早速着てみたんですけど、サイズめちゃくちゃちょうど良かったです。あ、チャック開いてましたね。恥ずかしい。そのお腹周りはもうちょっと締まってくれてもよかったのかななんていうふうには思ってはいたんですけども、でもそれ以外肩幅だったり腕周りだったり、その丈の部分だったり胸元の周りだったりとかっていうのはものすごいちょうど良かったです。特に丈がちょうど良かったのはすごく嬉しいです。本人も興奮してますね。本日のサムネを撮って撮影再開していくんですけども、ただいいところだけではないなっていうのも正直実感していまして、何かっていうと匂いです。なんて言ったらいいのかちょっとよくわかんないですけど、なんか独特な匂いが、なんかマッキーペンのシンナーの匂いをもうちょっと濃くしたような、なんか鼻をツンとするような感覚です。気にならない方は気にならないと思うんですけども、結構匂いが強めなので、出した直後に1回洗濯に通した方がいいのかななんていうふうには思います。でもサイズがすごいぴったりなんで満足してます。あと結構長めのタグが腰のあたりについてるので、ここが汗でベトベトするっていうのもちょっと欠点かなっていうふうに思います。あと強いて言うなら、生地が結構厚めなので、真夏に着たら暑くなっちゃうんじゃないかなっていうふうなのは思ってました。今年の夏はこういった柄物だったりデザインが入ったものを着てみようかなっていうふうに思ってやってみたんですけども、やっぱりシンプルイズベストっていうのと、あと体のボディラインでおしゃれをするっていう、それがいいかなっていうふうに思いました。と、出してみた感想は、とりあえずサイズはバッチリだし、厚手でしっかり生地もしているし、非常に満足してます。それでは今から早速この T シャツを着て外に出かけたいと思います。よいしょ、はい、立川に来ました。あ、いいですね、こういう祭り感があって。これ毎回上どうなってんのかなってちょっと覗きたくなります。ちょっとこれ暑さが尋常じゃないです。なんかすっごい蒸し暑いんですけど、ちゃっかりやるべきことも済ませてきたんで、あとはもうカフェに入って自分のパソコン作業をするだけなんですけど、結構カフェが混んでるんです。ついてるところ探して落ち着いてちょっとパソコン作業やりたいと思います。涼しい。すみません、一人なんですけど、はい、ここでいいですか。わかりました、ありがとうございます。やっぱ雰囲気最高、仕事するにはもってこいですね。モンブラン、休憩がてら
お手洗いに来ています。で、ちょっと思ったんですけど、この生地結構暑いんです。なのでなかなか汗が引かない、そしてちょっと普通の気温プラス2度ぐらいの体感で暑さを感じてます。春でも秋でも着れちゃうよっていう、そういうことを考えて作られていると思うので、生地がしっかりしてます。なので真夏に着るのはちょっと難しいかなっていう感じがしちゃってます。まあ、たまたま今日がめちゃくちゃ暑かったかもしれないんで、ちょっとそこら辺まだ数日着てみないとわからないんですけど、いやー、それにしてもめちゃくちゃ集中して作業をはかどりますね。 BGM もピアノのジャズが流れているだけですし、その隣との距離も離れていますし、サービスだったりホスピタリティもかなりいいんで、いやーすっきり空間でした。ありがとうございます。さて、そんじゃまあ帰りますか。出たくないな、外どうなんだろう。あ、でもやっぱり夕方になるとそこまで暑くはないですね。よかった。はい、という感じで帰ってきたんですけども、いや、全身ベトベトしてサウナ状態でちょっと気持ち悪いんで、お風呂入ってまずはさっぱりしていきます。あー、いやー気持ちいい。はい、上がってきました。すっきりしました。で、これなんですけども、一応そのテストとしてこれを洗濯して乾かしてサイズがどう変わっちゃうのかなみたいなところもチェックしたみたいので、今から洗濯をして、で干して、で明日ちょっと着てみてどうかっていったところで、この動画は終了しようかなというふうに思います。はい、おはようございます。翌朝になりました。で、昨日 T シャツを洗濯して、まあ、洗濯って言ってもこう洗剤つけて模様を見て やりました。え、ショッピーさん貧乏なんですかって言うと思うんですけども、まあ、一時的に今洗濯機がないだけで、そう、まあ、今手洗いチャレンジやってるわけなんですけども、で、洗って外に干して、で今これがもう乾いてます。はい、乾いてますので、これを早速着ていきたいと、着てみたいと思います。よいしょ。はいはいはい。あ、すごい、全然、あ、すごいすごいすごい、全然サイズ変わってない。ここも伸びてないし、後ろも伸びてないし、あ、すごくいい。あ、そう、今までその手洗いもみ洗いしたりとか洗濯機でわーって洗濯をしたやつって大体なんか伸びたりとか縮んだりしていたので、まあ、今回はそうなっちゃうのかなと思ってたんですけど、全然今回はジャストキープを維持してますんで、ジャストキープを維持してますんで、いやー、これは買ってよかったです。まあ、あとはせっかく計測をしたので、お任せ定期便なんかも使ってみたいなというふうに思います。もし何か使ったことありますよっていう方いたら、どんな感じだったかっていう感想をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ということで、今回もちょっとでも面白かったです、参考になりましたと思っていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。